左右確認、一時停止、ウインカー、左折、次は左に行こうか。後ろからバスが来てると思います。歩行者先に行かせましょう。後続車はなし。バスが来てる。自転車はどっちに行く？徐行して警察官が片手運転してたな。警察官見えたかな？見えてないか。このホルダー左側が映らないんですよね。カメラというかスマホホルダーがもうすでに落ちそうだもん。なんだこれは。すごく怖いすごく怖くて邪魔。もうすでにグラグラしてスマホが落ちそうなんだけど、落ちたら終了すると思いますが、なんかすごいフラフラしてますよ。前のトラック何かやってますね。何かをスマホを操作しながら運転してるんじゃないでしょうか。危ないって。カチ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 、左折レーンに入ります。ちょっと狭いんだけど、あんた左に曲がるのかな。この車もウインカー出してよ。ウインカー左折レーンなんだから左にウインカーを出さないと。今頃出して、今曲がり始めてから出したよ。曲がり始めてから。歩行者あり、後方巻き込み確認。この道は、これは道名前ないのか。あそこの青い看板あるじゃないですか。あの青い看板から右側が、海岸通り、左側が右が旧海岸通り、左が海岸通り、まっすぐ行くと山手通りなんですよ。でここはまだ山手通りじゃないような気がするんだけどな。ちょっとわからないです。昔はこの辺海だったので、山手通りのができた頃にはここなかったんじゃないかな。ちょっと看板をよく見て、ほら海岸通り、旧海岸通り、右が旧海岸通り、左が海岸通りって書いてありますね。ここで分かれるんですよね。ということはこの道はなんだ。ここまで海岸通りなのかな、もしかしたら。でここはもう山手通りなんですよね、確か。聖蹟公園、
雨が降ったりやんだりですね。どうしようかな。ご飯食べに行こうかな。ちょっとまだ早いんだよな。後ろから車は来ていない。左に車はいない。私の後ろには車いる。まあでもこっから先に左側に人がいる気配がないので、もう右にないとここ右に曲がれないし、第一京浜、第一京浜を右に曲がりたい。でも混んでいる。混んでいてこんな並んでたらもうこの辺から右にないと右には曲がれないわけですよ。はい、後ろの車がシビルを切らして左から行きました。世田谷ナンバーのワーゲンですね。図書館、品川図書館、図書館にあの CD とかあるらしいですね。私はもう学生の頃に行ったっきり、社会人になってからほんの数回しか図書館に行ったことがなくて、その時は勉強法しに行ったぐらいで。カッチカッチ、赤になるんだよね。間に合わないんですよ、ここ短くて。急げば行きたかもしれないけど、安全優先なので夜はもっと短いんですよね。この品川区保健センターってなんか良さそうなんですよね。なんか、そのガラス越しの廊下というか周回コースを走ってる人が前はよく見かけたんですけど、今あんまりいないのかな。なんかスポーツジムとかもうあんまりみんな行かなくなってるみたいなんですよね。激しい運動とかもちょっと抵抗力を弱めるとかいう話もあったりして、スポーツ選手はよく風邪をひくとか、実は激しい運動は体に良くないんじゃないかとか。防衛体力って何なんでしょうね。防衛体力をつけるためにはどんなことをしたらいいんでしょうね。ここは北品川2丁目っていう交差点名で、山手通りと第一京浜の交差点です。医師会、右側に社団法人品川区医師会ってあって、その建物なんですけど、医師会ってなんか結構政治的な力が強かったっていう話を昔はよく聞きましたけど、今あまり聞かなくなりましたね。そういえば医師会、これが赤になって右折信号が出るんですよね。これは直進の時に右折ができないので、赤に変わってから右折信号が出るので正しいと思うんですよね。そうじゃなくて、直進と右折ができる時に赤になって右折だけの矢印が出る時あるじゃないですか。その時はもう黄色の時からもう右折矢印が出しておいてくれないと、次に青になるのかどうなるのか分かりにくいと思うんですよね。できるだけそういうのは統一してもらわないと、例えば人間が慣れてそういうそこはそういうもんだというふうになれればいいっていう問題じゃなくて、
初心者でも分かりやすい仕組みというか、例えばロボットでもどこがどうなってるって全部認識して覚えとかなくても、その信号のなんつうの、出方を見て認識できるみたいな方がいいですよね。今気になっちゃいましたね。自転車あれ、ここは信号の手前で左折はできるんですよ。ちょっとさっきの黄色で止まらなかったのはあれだな、惜しまれるというか、はあ、難しいんだよね黄色で止まるの。クイッとなっちゃったらいけないし、一時停止です。ここは本当に土地まりが多いところなんですよね。なので止まってウィンクを出して右に乗って、一旦この路線というか車線に入る。左にこれ御殿山トランストシティマリオットホテルっていうのがありますけど、あそこのタクシー乗り場にタクシーが足りない時にはタクシーっていうランプがつくんですよね。その時は行きますね。もうお客さんが待ってるってことなんで確実に乗せられるので、その時は行きますね。これ右折の車が待ってるな。これが一旦影になるじゃない。こういうところ怖いんですよね。まあ感情的には怖い、一般論的には危ない場所っていうんですかね。カーブになってて、まああそこは先に見えるから、そこまで車は並ばないから、まあなんとか無事で通過できるけども、ここの交差点が長いんだよな。もうこれ交差点の中に入っちゃってるから、行って、こういう時はね行かせるんですよ。じゃないとこの反対側に取り残されると、向こうから車来た時にやばいことになるじゃん。で行かせてあげたら、だいたいこう手上げてこうありがとうねサンキューって言うんですけど、今の人はしたのかしてないのか分からなかったな。頭を下げたかもしれないけど手は上げてなかったな。ハンドル回すので手一杯だったかもしれない。そういう挨拶ありがとうねとかいうのがスムーズにできると、トラブルもない運転ができるんですよね。なのでそういうところを目指したいんですよね。普通のごく一般的な運転と、さすがベテランっていうか危なくないというか、危険を回避できる、これハイヤーですね。ハイヤーの運転手さんがお客さんを車で外で待ってますね。これ右折レーンになるんですよ、ここから先が。でもすごくこう並ぶ時あって、その時は安全地帯の方まで行かないと上がれなくなる時あるんですけど、うわーすごい、五反田駅もタクシーいっぱいだ。こんな初めて見た。もうこれ無理ですね、ほとんど。まあでもタクシー乗り場だから順番に回ってくるので、何時間かすれば絶対に乗せられるということなんですけど、どれだけ待つかはわからない。かといって走り回ってもお客さんはなかなかいないけど、どうだろうな。今3時44分ですよね。これが5時過ぎたらちょこちょこ普通だったらお客さん出てくるんですけどね。会社終わってどっかに行く、例えば飲みに行く、ちょっと急ぎで行かないといけないとか、電車だったらちょっと疲れちゃったからもう車で行こうとか、例えば3人組で行ったならタクシーの方が実は安かったりするとかのことはありますね。ここですよね、2車線右折するレーンがあるんですけど、その先にこうここで左に曲がる車がいるわけですよ。この左に曲がる車は
真ん中のレーンから右折をして左に曲がらないと曲がりにくいですよね。あそこでね、よく揉めるんですよ。右のレーンから右折をして左の車線に入ろうとする車がいたりして、危ないじゃないかみたいにね、地元の人が怒ることがあるんですけど、しょうがないような気もするんですよね。例えばナビがここ右折ですって言って右に曲がるのに、できるだけ曲がりやすい一番右のレーンから曲がろうとするじゃないですか。あ、お客さんかな、あれは違うかな。手を挙げないな。手を挙げない人はお客さんじゃないんだよな。手を挙げないで乗ろうとする人もいるけど、あれはちょっとよくわからないですね。意図が、手を挙げなくても止まれよみたいな風に思ってるんですかね。よくわからないです。この前の第一も空車かな、最近ちょっとわからないんですよね。なんかだいたいああいうスモールライトつけてれば、屋上灯って言って屋根の上にあるこのランプが光るんですけど、今の時間光ってるのかどうかちょっと分かりにくいですよね。光ってますね、光ってます。ってことは空車なんですよ。東京のタクシーは屋上灯が光ってる時はライトをつけて走ってて、スモールでもヘッドライトでもとにかくライトをつけて走ってる時に、屋上灯が点灯してる時は空車なんですよ。で、乗車したらあれが、消灯するので、前を走ってるタクシーが空車なのか実車なのかは夜、夕方以降夜は分かる。私はもう日中朝からずっとあのスモールをつけてるんで、夜になったらヘッドライトをつけますけど、後ろから来る車が私が空車なのかどうかは分かるようにしてます。それとあともう一つの目的はあれですね、スモールライトと一緒にあの何でしたっけ、フォグランプか、フォグランプをいつも常につけてるので、まあ、ヘッドライトだと眩しいかもしれないけど、フォグランプだと眩しくないので下側を照らすので、これも右に行きましょう。前を空車が走ってるから左にお客さんがいたとしても前の車が乗せるので、私はここ右に行きたいから早めに右に車線変更しました。ここもあれなんですよね、たまに白バイが取り締まってる明治学院前ですね。明治学院って大学と高校と あるのかな、中学小学校は別のところかな、わかんないけど大学と高校があるみたいで、よくゾロゾロとこの時間かな。もうでも今休校になってるんでしょうか、それとも春休みなんでしょうか。最近は見かけませんね、あまり学生さんがゾロゾロこの辺を歩いてるんですけど、こちらからすると左折とかするときになかなかこう赤になってもこうずるずる渡るので曲がれないんですよね、こう左に行くときに。それがちょっとこうイライラするというか、マナーを守ってほしいなというか、気持ちはわかるんですけどね、気持ちはわかるんですけど、待ってる車がいるので、人によってはもう青でも、歩行者信号が青でもささっと渡って気を使ってくれる人もいるんですけど、なかなかたくさんの人がこうずらずら渡ると、そういう風にする人も少なくなっていくっていうのが人間の心理なんでしょうね。今これ前の車のタイヤが見えるくらいまで車間距離を空けて止まってるんですけど、それぐらいで止まるのがいいですというふうに教わったんですよね、最初に。
で、それをまあできるだけ守るというか、詰めたら詰めたで今度はデメリットの方があって、車間を詰めると今のどうしようか迷ったんですけどね。今のはちょっと止まってもよかったかもしれないって感じなんですよね。車間を詰めるとあれですね、まあでも今のは見本にはならないですね。失格、失格。車間を詰めると途中で車線変更したいときに、前の車にぴったりつけてたときに右にこう出ないといけないような場合が起こったりして、例えば急にお客さんが乗ってきて、タクシー乗り場に並んでるんだけども途中からお客さんが乗ってきたりして、脱出しないといけないときにこれをこう詰めると出れなくなるわけですよ。だから最低でもこの前の車のタイヤが見える位置に止めるというのが脱出もできるし、後ろから追突されても前の車まではぶつからないみたいなことですね。はい、タクシーなんですよ。信号で止まった時ぐらいしかコメント見れないですけど、ご容赦ください、すいません。あ、ウィンカー出すのが遅れた。はい、失格。なんか満点を目指してんだけど全然ダメだな、満点にならないな。多分これね、もうここで並んでんですよね。やべえな、こんなに並んでるか、チキショウ。これはね、駅に並ぶ並びなんですけど、こんなに並ぶのも久しぶりなんですよね。なんでかって言ったら、やっぱり新型コロナのせいですね。そうです、そうです。品川駅に並ぶんですけど、よくご存知ですね。もう風景でわかるか。ここのバスターミナル、ここが長距離バス乗り場、高速バス乗り場の今横に止まってるんですけど、ここの角にインド料理屋さんっていうのがあって、デビコーナーとかいうインド料理屋さん行ってみたいなと思いつつ、なかなか行けてないんですけど、インド人が経営してるインド料理の店で、まあ日本人が食べれるようなカレーとか、何のカレーとか、あと何だろう、一回行ってみたいなと思いつつ、いつも見かけるんだけどなんか行けない。まあそんなに高くなさそうな、まあワイン飲みながらインド料理を食べてみたいなお客さんを外から窓越しに見て、いいなぁ、幸せそうだなぁみたいにこう見たりとか。あ、仕事タクシーです。運転手になりたいという人がいたので、知り合いで。あ、バスが出てきました、バスが出てきましたよ。スペースを空けといてよかったな。これを詰めるといけなくなるからな。あ、歩行者がいます。歩行者を生かしてバスが出ると思います。バスを先に行かせます。はい、これはどこだろうな。インターシティバスだそうです。小湊鉄道回送、千葉の方に行くんですね。小湊鉄道、千葉の方からじゃあ品川までバスが来たのかな。でここで降ろして戻るのかな、基地に。なんかね、トラックの運転手になりたいっていう、人が知り合いにいらっしゃるので、まあでも免許を取り始めてからじゃないとわからないよね。どこでどうウインカー出して車線変更してとかいうのが、まだ免許を持ってなくて決まりも習ってなくてだったら、何それみたいな感じですよね。でもとりあえず自動車学校とか教習所とか一発でもいいんですけど、ちょっと一発は最初は難しいよね。やり始めて、どういう決まりがあって
そうそうそうなんですよ。乗ってみないと分かんないんですよね。自分が運転しないと、今免許持ってない人多いじゃないですか。で、ここは止めたらダメみたいなとこから乗ってくる人も多いし、ここは絶対に左折レーンだから、ここで降りたら後ろがすごく迷惑するみたいなとこで、ここで止めてくださいみたいに言われても、ちょっと迷惑なんで、あ、これ左曲がってからでいいですかって言える時は言うけど、信号が赤の時はもうそこで降ろさないとしょうがないような時あるんですよね。そしたらさっと降りてくれればいいんですけど、クレジットカードでとか言い出して、そのカードの決済の手続きをしだしたら、ちょっと信号がもう青に変わってしまして、後ろからピーピー鳴らされるとかいうことがあるんですよ。前の車がちょっと動きましたよね。で、スペースができたなっていうふうに感じてから、ウインカー出して出て、ここに寄せると。これはもうね、慣れた人しかできないと思うんですよね。で、ここは車庫の出入り口だから、ここで止めると。まあ行ってもいけないことはないけど、ちょっと後ろがはみ出しそうでしょ、これ、このスペースだと。だからここで左から、もし車庫から車が出てきたら、左に曲がるじゃないですか、必ず。その時に左側に車がいない方が出やすいんですよね。あ、お客さんはね、お台場に行く人は、たまにぐらいしかいないですね。品川は、なんていうんですかね、なんで私品川が好きかって言ったら、新幹線も止まるし、まあいろんな拠点の駅ですよね。ターミナル駅とか言いますけど、ターミナルって駅みたいなことだから、駅みたいな意味になっちゃって どこまで、この付近ですね。昔はこの付近は、皇族の方、高松宮邸とかあるじゃないですか。そういう関係の方とか、お上品なおばさんとかが住んでて、上品なとこだったんですけど、まあ会社もまあ結構まあまあありますよね。こっちの反対側の高輪口じゃなくて港南口は会社がいっぱいありますし、この辺にタワーマンションが結構できたんですよ。昔は上品な人が多かったんですけど、タワーマンションができて、そこまでの交通機関がちょっとね、いまいちなわけですよ。バスもなかなか本数ないし、道は狭いし、歩くにはちょっと坂道もあるし、ざくろ坂とか、かずら坂とか、イサラゴ坂とかは上がっていかないといけないし、歩くにはちょっと距離があるし、で、まあタワーマンションに住んでるぐらいお金はあるしっていう感じの、まあ1メーターか2メーターか、まあ最初今530円だっけ、540円だっけ その最初の料金か、それからちょっと上がったか。昔だったら730円ぐらいでほぼ行けるような人が多かったんですよね。そうなんですよね。歩くとちょっと遠いんですよ。でもまあ歩いてる人もいるんですけど、まあちょっと荷物が多くて買い物して帰ってっていう人は、この近所に住んでる人でもタクシーに乗ったりする人が多いような気がします。他にはあれですね、乗り換えで、出張に行って、品川まで新幹線で戻ってきたんだけど、そこから先世田谷の方まで家に帰るんだけど、荷物がでかすぎて電車とか乗り継いでからの面倒くさいから、もうタクシーに乗せて帰っちゃおうとかいう人もいますね。それをまあ、タクシーは、ここに並ぶタクシーは期待してるというか、まあ狙ってるというか、そういう人が乗ってくれたらいいなと思って、割とこう列が長くても並ぶというか、ここは今日はすごく列が多いのはなぜかって言ったら、流してもお客さんがいないわけですよ。で、普段の東京は流してるタクシーの方が稼げるんですけど、営業成績いいんですけど、ここまでこう経済が冷え込んで、外出を避けましょうとか、集まるとこに集まるのはやめましょうとかな、
こんなにこう雰囲気が悪くなってくると、あの東日本大震災の時みたいに、そうでもないのにちょっとこう用心深くなりすぎちゃって、もう街が真っ暗になった時あったじゃないですか。あんな感じになっちゃったんですよね。それで普段ここまで車の列が並んでなくて、こんなに動き悪いじゃないですか。全然流れてないですよね、タクシーが。お客さんがいるんだったらどんどん流れるんですけど、流れも悪いし列も長いし、かといって流してもお客さんなかなかいないので、今16時ですよね。あの会社で働いてる人はまだ会社の中にいるんですよ、大体。で、外に営業回ってる人が、まあ会社に戻るときにもしかしたらタクシーを使うかもしれないけど、大体は電車で行ってみたいな感じですよね。走ってる車自体も少ないですね。そうですね、新型コロナのせいだと思いますね。ここまで雰囲気が悪くなるとは思ってなかったんで、ちょっと私もびっくりしてます。ちょっとさっき判断ミスしたなと思ったのは、さっき飯食いに行こうかなと思ったんですよね。ちょっとあんまりにもこうお客さんいないから、で休憩して6時ぐらいになると会社が終わるじゃないですか。で人が動き始めるので、まあこんな雰囲気が悪いけど、ちょっとこう身内で軽く一杯飲みに行こうかみたいな人もいるし、ちょっと疲れたからもう電車で、あの咳込んでる人がいるような電車乗り降りはタクシーの方が安心かもしれないというふうに、まあ、タクシーもタクシーで危険性はあるんですけどね、いろんな人が乗った空気の中に入るんで、ちょっと窓開けますか。そんなこと言ったら自分がこうかちょっとスプレーで消臭じゃないや、あの次亜塩素酸って知ってますかね。次亜塩素酸スプレーっていうのが売ってまして、私それを5リッター袋かな、そういうウイルスを除菌、菌じゃないけどウイルスを殺してくれるような、そうスプレーのやつを、まずこれは商品名なんて言ったっけな、ノロキラー S、 ノロウイルスみたいなウイルスを消毒してくれるスプレーに、もう中身つけくっちゃったから、中身の内容物が次亜塩素酸というものなんですよ。そう、次亜塩素酸っていうちょっと塩素っぽい薄い匂いがするぐらいの、あんまりこう匂いきつくない、消毒液が売ってるのでアマゾンで5リッター分ぐらいかとか、結構なんか袋大きいやつ、2リッターだったかな、重たいやつを買って今2袋目っていう感じですかね。で、あとはこう普段はまああんまりしないんですけど、手袋をするとなんですかね、まあ手袋を毎日変えないとあんまり意味はないかもしれないけど、直接物に触れて顔に触れてよりは手袋があった方がいいような気がするという、これは心理面かな、そうですね。あとはうがい手洗い、トイレに行った時にはついでにうがいもしてみたいな。私風邪ひいてんですよね、だいぶ前から。でも治らないんですよ、なかなか。なんかこの仕事を始めてからで、ここで一旦待つと、で前の様子を見て入れそうだなと思ったら後ろを確認してウインカーを出して右に行って、んで左にウインカーを出して左に入る。でここにも駐車場の入り口あるじゃないですか。そこを見越してそこの前を塞がないように止まるというのがね、セオリーというか。なのでここ初めて来る人はちょっと難しいと思うんですよね、並び方が。ここは正式なタクシーが並んでいいレーンというわけでもないし、たまーにですけど、今はもうほとんどないですけど、昔多分ですね、配送のトラックとかがここにタクシーが並んでるのが邪魔だって警察に通報して、迷惑ですから
抜けてくださいって散らされることが昔はあったんですけど、今はみんななんつうの、あのトラックが来たらトラック優先で間を空けて入れてあげてっていう風にするのがもうみんなに周知されたから、まあ誰も何も言わないけど、そうした方がいいなってみんなわかるからそうしてるんでそれでもうあんまりこう通報されるようなことがなくなったんですよね。だってここになんか物を運ぼうとしてるトラックの人がこんなにタクシーが並んでら、例えばそこの居酒屋わらわらにあの物資をあのなんていうの配送できたトラックがあの運ぼうと思ってもここのレーンに並ばないと二重駐車になってるじゃないですか。そしたらそっちのトラックの方が悪くなって、あのまあ巡回したパトカーが来たら捕まるだろうし、後ろから走ってくる車が急にぶつかりそうになるから危ないですよね。なので二重駐車はさすがに危険なので、それはやっぱりトラックの人もしたくないっていうふうに思うんですよ。真夜中の全然車がいない時だったら、あのゴミ収集車が二重駐車してこの2番目のレーンにあの止めてゴミだけこう持ってってさっさっていくっていう、ささっとやってくるから、あれはもう1分以内なんで座ってる人もいますけど、昼間はちょっと無理ですよね。ここの左側に日本堂って言って、初め何かなと思ってたんですけど、なんか漢方のお店があって、漢方薬と漢方の料理、ちょっとしたレストランコーナーみたいなのがあって、行けますね。ガタして右に出ると、で前がどれぐらいこう開いたかなみたいなのを勢いで見るんですよ。前の車がどれぐらいの勢いで行ったかなっていうのを見て、前にスペースができてるのかできてないのかを判断するので、たまにゆっくり行ってゆっくり止まる車がいるんですけど、それだと前にスペースができてるのかできてないのか分かりにくいから、前を走る車もスペースがあるんだったらさーっと行ってさーっと入ってあげるっていうのが後ろの車に対する配慮っていうか、まあこれは特殊なんで普通の人の運転には当てはまらないですね。来ましたよ、バニラバスが来ましたよ。タクシー何年目かな、7年目か8年目ぐらいだと思うんですよね。私の1個1年か2年先に入った人が、個人タクシーになるために資格取って鳴らされてますねよく見ていかないとダメだよ、あんなでかい車来てんだから。あそこでもう止まるしかないよね、あんな鳴らされたら。周りをよく見ていかないといけないんですよ、特にタクシーは。急にお客さん乗ってくるし、その時に左にバイクとか自転車とか歩行者とかいないかとかパパパッと確認しても、もうすでに死角に入っていたらわからないわけだから、死角に入る前から常に見て、何かが死角に入るようなやつがいないかなっていうのを意識しながら走って、いつでもお客さんが来ても、これこれこういう時ですよ、難しいの見えないじゃん、前がどうなってんのか。この郵便車の前にまず一人じゃない、一台車がいるよね。でその前が、駐車場の出入り口になってるんですよ。であそこ入り口かな、なのでもし車来たらそこ塞ぐようになっちゃうから、この私の車の前に
まず郵便の配送番がいて、軽トラ、軽バンがいて、エブリィがいて、その前に白っぽいまた軽バンがいて、その前に、あれは2トントラックかなぐらいのやつが、荷下ろし用のゲートを下げて、一人なんか後ろに向かって座ってますよね。荷物を見えないか、そこまで。その前に並んでるタクシーが今止まってるんですよ。で、ブレーキ踏んでますよね。ブレーキ踏んでるのは多分ね、後ろに、あ、郵便のおっちゃん出てきた。後ろにブレーキ踏んでるのが見えるようにブレーキを踏んでくれてるんですよ、私のために。すごいでしょ、優しいんですよ。やっぱりね、ここに並ぶ人はね、並ぶ人同士、なんつうの、あ、今ブレーキを外しましたね。で、行きましたね。で、横断歩道の前まで行かないとスペースがないんですよ。あれじゃダメなんですよね。あれじゃまだ行けないんですよ。あ、行きましたね。これで行けますね。じゃあ後ろから確認して、後ろがいなくなったらウインカー出して、後方確認して出ると。ほんで、割とこうピュピュッとこう行くと。で、また左ウインカー出して、マックも確認して、で、ここに入ると。結構な大技ですよ、これ。大技というか、なんていうか。そう。で、今私もブレーキはリリースしてサイドブレーキに変えたんですけど、なんでかって言ったら、後ろの車が私を全体見えるようにしてくれてる、くげれてるじゃない、私が全体見えるようなところに止まってるんで、あえてブレーキは踏まなくても、スモールランプの、テールランプだけでわかると。で、前の車は、あえてじゃなかったかもしれないですね。なんか、サイドブレーキにこう、切り替えるのがめんどくさいから、とりあえず足で踏んでスマホを見てるかもしれないですね。なんかそんな気がしてきました。警察官が歩いてきましたけど、あ、見えないか、このカメラじゃ、スマホじゃ見えないね。左側が見えないんですね。本当はこれちょっとホルダーが会社支給のホルダーで、別の会社支給のスマホがついてて、配車アプリが配車アプリ専用のスマホがここについてたんですけど、ちょっとそれを横に反らして私のスマホをつけてるので、ホルダーがね、向きが合ってないんですよ。で、調整したんですけど、これ以上どうしようもないんですよね。本当は真正面で右も左もこうある程度の角度見えて、どんな状況で走っててっていうのがね、特に左側の方が重要ですよね。どんな感じでお客さんがこう乗ってきてみたいな。左側の巻き込み確認とか、そんなのも、自転車をどれぐらいの追い越してどれぐらいで左に入るとか、サイドブレーキはね、自分も入れない時もあるんですよ。やっぱりこうやって並んでる時には、止まってる時にはまあある程度携帯をいじっても大丈夫ですよね。その代わり信号が変わる時とか、前の状況がなんとかなった時にパッと動けないといけないんで、逆にサイドブレーキじゃなくて、ずっとブレーキを踏んだまんますぐに動けるような状態にして、なんかちょっとした用事をするっていうことは結構あるんですよ。このタクシー乗り場に乗るときっていうのは少し安心できるときなんですよ。やっぱり人間ずっと走ってるとすごく疲れるので、神経使うので、今サイドに入れましたね。これは前が信号が赤になってしばらく動かないなって分かったときには、足をこう楽にしたいので、何か用事が終わったんでしょうね用事が終わったんでしょうねっていうのは、具体的には多分携帯をいじり終わったんだと思うんですよ。で、サイドに入れて足も、リラックスさせて、あ、信号が変わるまではちょっとこう軽く休憩するみたいな、本当の休憩じゃないですよ、乗り場に並んでるんですからね。そういう意味合いもあるんですよね。
だって普通2時間運転したら必ず休憩を取りなさいっていう風に習うじゃないですか。それを、まあ、3時間4時間長い人はもっともっと走りっぱなしで仕事をする人もいるぐらいの世界なんで、いや疲れたら終わりなんですよね疲れたらもう集中力なくなってもう自己直結なんで、できるだけ疲れないように仕事をしないと逆に危ない。品川駅がやっと近づいてきましたよ。やっと近づいてきましたよ。トイレそうですね、トイレの場所は私はLP ガスを入れる、ところか、この道の後ろの方に泉岳寺っていうところにトイレがあったんですけど、あそこが高輪ゲートウェイっていう駅ができることになってトイレが閉鎖されたんですよね。なのでちょっと付近のトイレがなくなっちゃって、泉岳寺のところを坂を上がってって住宅地の方に少し入ってったところに公園があるんですけど、そこに公園にトイレがあって、そこを利用してくださいっていうふうに泉岳寺のトイレ閉鎖するときに、紙が貼ってあったんですよ。でそっちにもたまに行きますけど、そっちに行くと今度はまた元に戻って泉岳寺のところに行ってみたいなことをしないといけないんで、ちょっとルート的にねちょっと不利なルートなんで、泉岳寺のトイレはちょっとね貴重だったんですけどなくなりましたね。でね、私はどちらかというと稼げないタイプの人なんですよ。ちょっと身長派すぎてあんまり冒険をしないので、あんまり知らない時には行かないし、でよく頑張ってる人とか冒険が好きなというか冒険できる人だったらいろんなとこ走っていろんなとこのトイレ知ってるんですけど、私は10箇所も知ってないと思うんですよね。燃料入れるとこでしょ、で泉岳寺の変更になった上のとこでしょ、それから六本木の向こう側のあれでしょ、あとはどこかな、あとは芝公園のなんとかあるんだけどあんまり行ってないな最近。今もあるのかな、あとは二の橋のとこにもあるんですけど、あそこ後ろから車が来て危ないんですよね。だから場所は知ってるけど行きたくない。あとは三田の図書館のとこ当分行ってないな、うん、なのであんまり知らないとこに行くとトイレがわからないので大変です。昔はっていうかタクシーセンターの地図っていうのがあって、それに、どこどこの、公衆便所はここですっていうのが書いてあったんですけど、今その地図をあまり活用する人が少なくなって、ナビの地図とかそういうのがあるから、でナビにこうね公衆トイレがあるといいですよね。今度自分で Google マップに打ち込もうかなみたいな、誰か打ち込んで公開してくれないかなっていうふうに思いますよ。やっぱりねどうしても何時間かに1回はトイレ行かないといけないし、ちょっとそこでこう車止めて外に歩くだけでもだいぶ気分がね違いますんで、ずっとここに運転席に座って運転してると結構しんどいんですよね、気分的にも肉体的にも。なんかやっぱり長距離バスとか飛行機とかでエコノミー症候群とかなったりする人いますよね。やっぱりあれは体を動かさないからなんですよね。でだいぶ動きましたね。でここは横断歩道があるので歩行者を行かせて、それで前と後ろをよく巻き込みを見てで入ると、ドッカンドッカン、
穴が開いてるんですよ、あそこ。ここが品川駅の構内ですね。でそこの京急の入り口のところに乗り場があるんですね。今この右側にあのプリンスホテルのバスが止まってるんですけど、このプリンスホテルに行くの、このバスがいるっていうのを知ってる人はバスを待ってバスで行くんですけど、それがまだあまり周知されてないというか、初めてプリンスホテルに行く人とかは、品川プリンス、高輪プリンス、新高輪プリンス、東京プリンス、あともう一個なんだっけ、芝パークタワー、プリンスホテル芝パークタワーってね、似たようなのがいっぱいあるんですよなのでよくわかんないからタクシーに乗るっていう人もいるし、でさっき乗り場がこの 2個目だったじゃないですか、2車線目というかなんというか、なのでゾロゾロこう人がこう乗り降りするときにここにタクシーを待ってる人が乗せられないっていうこともあったりしますね。いよいよタクシー乗り場ですね、先頭ですね。ここから無言です。はい、どうぞ。御殿山交番から。御殿山交番、はい、ドア閉めます。はい、こちらですか、はい、現金でお支払いですか、はい、はい、金額は500円です。はい、ちょうどいただきます。レシートです。ありがとうございます。どけます。どうしようかな。
ビジネスマンですね。ちっちゃいコロコロ持ってましたね。お仕事ですね、多分ね。ここね、ソニー通りと言いまして、昔この左側がソニーの本社だったんですよ。今、港南口に移転しましたけど、本社は移転したけど、ソニーの1号館、2号館とか、何号館かまで結構あるんですよね。パトカーがいると何だったんだよ。事件ですか？事故ですか？ここを右折して、どうしようかな。事故っぽいな、あれ。ここはね、また曲がりにくいわけですよ。向こうから車来るし、しかも右折信号ないし、歩行者が今歩いてますよね。見えないか。このピロー邪魔だな。右側のフロントピロー邪魔ですね。はい、赤になります。もう交差点に入ってるからね、曲がるしかないわけですよ。あんなとこで止まれないし。これは何、事故ですね。これやばいよ、やばいよ。何年目かって言ったら多分7年目もうね、自分が何歳かも覚えてない。嘘自分が何歳かはなんとかかろうじて覚えてるけど、覚えてるというか分かるけど、何年目かっていうのはちょっと難しいな。多分7年目です。私の2つ上ぐらいの人が10年やらないとできない個人タクシーを資格を土砂を積んでるのか、積んでるからあんなにガタガタしてるのかね。なんかバックしようと思ってなかなかバックできてないのかと思ってさ、怖いなと思ったんですよね。土砂積んでんだったらしょうがないか。なんだあれ、なんだあれ。うわうわうわ、怖い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 。佐川急便がバックしてきたぞ。今日なんで配信したかって言ったら、暇だったから、仕事が俺は右に行こう。ちゃんとやろう。一時停止でちゃんと止まって、でじわじわ行きながら右左見て、んでちょっともう一回ここで止まって、で車が途切れたら行く。バイクはもうすり抜けて行ってください。よいしょ。これでどうするかっつったら、どうしようかな。今のところ右でもよかったんだけど、とりあえずもう一回駅前を通って、今度は並ばずにもう食事しに行こうかな。で早めに休憩して、もう普通はね8時ぐらいに食事をして、9時ぐらいからまた仕事を始めるというパターンなんですけど、というのはなぜかというと、飲みに行く人が1次会がだいたい9時ぐらいに終わると、7時ぐらいから飲み始めて2時間コースで9時ぐらいに終わると。で、ちょっともう疲れたな、飲んじゃったし、もう電車で帰るのもめんどくさいし、タクシーで帰ろうみたいな人を狙っているというか、期待しているというか。個人ね、自分個人センスがないのでやらないと思いますね。尻を叩かれないとやらないというか尻を叩かれても やる気が出ないタイプの人間なのでダメなんですよね。しかも独身なんで、この年にしてって何歳か分かんないでしょうけど、
結構なもうあれですよ、もうおじいさんに近いぐらいの。なので家族がいたら、あの例えば自分経理とかそういう細かいのが苦手だから、奥さんに経理やってとか言いながら、じゃあ俺は適当にというか頑張ってくるから、あとよろしくみたいなことで、営業はするけど経理は頼むみたいな、もし分担ができるんであれば、今分かった、車線変更してわざと出したんですよ。後ろからトラック来てるんで見えるよね。あのトラックの前に入ったってことで、あまり危険ではなかったけど、ごめんね、入れさせてもらいました、すいませんという意味なんですよね。でもハザードってね、なんか道路交通法で決まってるわけじゃないし、絶対しなきゃいけないっていうことでもないし、ちょっともう道路交通法自体が時代とだいぶこうすれ違ってきたけど、気持ち的にはね、例えば あのもう入らざるを得ないような状況があったりして入れてもらうじゃないですか。その時にすいません、ありがとうございますっていう気持ちは伝わるですよね。ハザード出すと自分もされたら気持ちいいし、うん、やっぱりこう安全ってこの車がいっぱいね走ってる中で、人とか車がいっぱい走ってる中で、安全な状況っていうのはみんながこう気を配らないとできないあの状態なので、やっぱり気使ってもらったらありがとうっていう感じですよね。前の車はベンツですよね。ベンツとか外車みたいな車は要注意なんですよね。ちょっとこうその要注意の理由っていうのが、高い車だからなんですよ。例えばまあ 10-0 だったら全然違うんですけど、過失の割合が5対5ぐらいで接触したとしますよね。その時にこちらの車は修理代10万円でした。で、同じぐらいの損傷なのに、同じぐらいこっちもバンパー、向こうもバンパーがちょっと当たったぐらいなんだけど、こっちは修理代10万円、向こうは修理代50万円とかなんですよね。そしたらお互いに保険で出すにしても、その後のこう対応が変わってくるんですよね。あなた50万円かかる事故をしちゃったんで、等級が何等級下がりますとかいうようなことで、結局高い車にぶつかったら損だという意識が広まってるんですよね。そうするとどうなるかって言ったら、高い車に乗ってる人がいい気になって無理な運転をし始めるんですよね。それでビュンビュン飛ばして、車の性能もいいし、こっちがこう安全のために開けてるマージンのための車間距離にビュンビュン入ってくるし、なんだよとは思うんだけど、ぶつけたらこっちが結局損するから、譲らざるを得ないみたいな理由で要注意なんですよね。こういうところですよね。こういう左とこう距離が取れないところは、道交法上では徐行をするか 1.5 メーター以上空けて通るということです。まあでもそれが原則なんで、その原則を守って、やるのがいいんですよね。まあ実際の交通ルールと道交法で習う、もうちょっとこれ右に行って回送にします。
はい、ではそろそろ終わりにしたいと思います。今回見ていただいた方ありがとうございました。多分私これ初めての本格的な放送だったと思うんですよ。で、わざわざコメントをしてくれたりとか、いろいろ質問してくださったりした方ありがとうございました。ちょっと私は早めに食事をして、ちょっと夜の営業はもう配信するかどうかわからないですけど、ちょっとお客さんがあまりにも少なかったんで、はい、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。